おはようございます。いや、そう、今日、まあ早く起きたんですけど、それはするつもりなかったけど、時間あると思って急遽始めました。今日も天気がいいです。めっちゃ朝日が眩しい。みんな早いですね。そうでもないか。もう8時前。何時に起きましたか今日。起きたか。いや早く起きれたんですけど、ね、すごい、なんでだろう、なんで起きれたんだろう今日。ずっと起きれんかったのになんで起きれたの。でもアラームのやつを変えたんですよ。ずっと使ってたやつじゃない。今日からだんだん暖かくなる。そっか。寂しいですね。私は冬が終わるのが早すぎて、もうちょっと冬を楽しみかったかったですけど。早いね暖かく。え、もうマジ早いね暖かくなるの。もうこれから花粉の時期がやってくるって考えるだけで憂鬱すぎる。いつもこんな早く配信してるの。いや、いつもたまにしてます。たまにたまに。今日はちょっと朝時間があったのでしました。コーヒーまだ飲んでないです。朝ごはん食べるとき。まだ朝ごはん食べてないから。那覇23度らしい。すごい、あったかいねめっちゃ。今日起きれたけど、めっちゃ何回も消しました自分で、アラーム。でも起きれた、すごい。何回も消しました。うるさーとか思いながら朝からマジアラームうるせえなーと思いながらずっと消してました。起きる、はい、でもちゃんと起きれましたよ無事。今日の夢は進撃の巨人の物語の中に入る夢でした。兵団に入る夢だった。でもなんか弱すぎてだったんですよ。なんか覚えてないけど。怖い。でも昨日寝る前にちょっと見たからやってて、もうあれ寝る前に見ちゃいかんのに見ちゃうんですよ。その進撃の巨人の調査兵団っていう、なんか巨人を倒す兵団に入る。私が入ったんですよ。でも弱っちすぎてすぐ終わる夢でした。
私あれを寝る前に見ると、寝る時にすごい浮かんできて怖いんですよ、めっちゃ。だから見ちゃいけんのに見ちゃいます。あとあの話難しすぎて寝る時もずっと考えてしまう、あれどういうことだみたいな。でこの世界にも突然巨人がやってきたらどうなるんだろうとか考えて、そう調査兵団に入っちゃった。調査兵団に入ったけど弱すぎました、運動神経が悪いんで。どうやってうまく使えたのわかんない、そこの記憶ないんだけど、どうだ。今日寒い気がするんだけど、朝起き寒ってなった、リビング行っても寒ってなった。あ、え、最高12度。月曜日寒い、え、もうずっと2桁台ですね、気温が。すごいな、暖かくなるんだ。もう50分だ。みんな朝ごはんは食べましたか？私はまだ食べてないんだけど、何を食べようかな。あ、でも昨日ミスド買ってきとった、くれた親が。だからミスド食べたいな、ドーナツ。食べた？お野菜のスープを食べようかな。眉毛なんか伸びたな、やっぱり。今日私は前髪を切ります。こうやって宣言をしておきますけど、多分忘れてると思います。無事切っておきますように。ネギとしらすをたっぷり入れた卵焼き食べた、すっごいそれは美味しそうですね。しらすの卵焼き、食べたことない、美味しそう、すごい、お店で出てきそうですね。サンドイッチ、私なんだっけ、チーズとハムとレタスのやつがあるじゃないですか、コンビニのやつって、あれしか食べれないんです。それ以外の具のやつが食べれない。あとなんかキュウリ入っとったり、ツナのやつって玉ねぎみたいなの入ってません？だからそのレタスとチーズとハムのやつだけしか食べれない。今朝お餅食べました、いいですね、お餅、お餅食べたいな。
書タイム。我が家のチビ像がチビ像が起きてきましたよ。笑ったね。仕事行ってきます。いってらっしゃい、頑張ってください。で、朝日が綺麗、もうめっちゃ後ろが飛んでる。朝日がすごいですよ。みんな今日も頑張りましょう。だって今日金曜日ですもんね。ほら、まあ、明日もある方おると思うけど、頑張りましょう。とりあえず頑張ってこうぜ。いろいろ頑張りましょう。55分だ。さ、そうだな。頑張りましょう。今日楽しんでいこうぜ。ねえ。はい、私はご飯食べて準備に。頑張ろう。イエー。さっき写真うまく撮れたかな。画面越しの変な顔。ちょっともう一回撮ります。あ、夜配信ね。どうしようかな。多分でも夜暇あるだろうから、わかんない、わかんないです。やるかわかんない。どうだろう。ね、はい、今日も楽しみましょう。いや、ありがとうございます。朝から見てくれて。ランキング読みましょうか。朝からのありがとうございます。本当にランキング見ますね。13位ももかんさん、ありがとうございます。12位ひでじろうさん、ありがとうございます。声が出ませんね。11位わさっぴさん、ありがとうございます。10位わきびっぴぴょんちさん、ありがとうございます。9位やみさん、ありがとうございます。8位ぷくれんぱさらんさん、ありがとうございます。7位とりあえじさん、ありがとうございます。6位はるさん、ありがとうございます。5位ジャリングさん、ありがとうございます。4位ふみさん、ありがとうございます。3位こたんさん、ありがとうございます。2位オニオンナイトさん、ありがとうございます。1位はやちゃんさん、ありがとうございます。朝からありがとうございます。さあ頑張りましょう。今日もみんな頑張ってね。お仕事、学校、その他お家のこととか頑張りましょう。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。